私は今、生活保護の彼氏と付き合って5年になります。彼と毎日は心地よく、お金や世間体以外の不安もありません。しかし、私も来年40になるため結婚に対して憧れます。彼が働けないことは理解しています。私は障害年金とパートで生計を立てています。今だけを考えない今のままでいいと思いますが、どうしても生活保護という点が引っかかります。このままでいくのか、それとも彼と別れて新しい道に行くのを決められません。アセさん、何かヒントをください。これは、なんで引っかかるんだろうね。なんで引っかかるんですか ちょっとわかんないです、私には。でもなんかあれかな、親に言いにくいとかそういうことなのかな、もしかしたら。別に今彼との毎日が心地よく成り立ってるんだったら、だってしかも生活保護ってよっぽどのことがない限り打ち切られる可能性ゼロじゃないですかって言ったら、経済的にはむしろめちゃめちゃ安定してるじゃないですか。全然いいと思いますけどね。普通に今、パートナーシップ成り立ってるんだったら、結婚して一緒に住んだところで別に何、あ、でもそしたら、結婚相手に収入があると生活を打ち切られたりするのかな、もしかしたら。その辺を私だったらまず明確にしますね。あ、やっぱ結婚したら外されるんだ。じゃあ難しいね。自分が彼の生活費も全部賄うぐらい稼げるようにならないと結婚難しいと思うんで、稼ぎましょう。稼ぐか、結婚諦めるか。でもね、生活保護って日本の強国の証だと思うんですよね。日本の経済ってどんどんダメになっていくって言われてるけど、海外に出るとね、本当に日本の国力の強さってすごい感じるんですよ。やっぱりなんだかんだ言って日本ってまだまだお金持ってるし、 GDP とかね、そういうのまだまだ高いし、だってこんな生活保護とかでみんな生きていけるぐらい豊かな国なんです。人口がたくさんいるし、国の力、コミュニティの力というのかな、ある組織があるとしますよね。で、その組織が持っている力ってどこで判断できるのかって言って、やっぱ人口ってでかいんですよ。人口が持つパワーってものすごいんで、日本ってやっぱ本当に人口が多いから、国力としてはかなり高いんだよね、やっぱり。だからこそ、その生活保護とかでも全然生きていけるっていうのは、他の国だとありえないわけよ。だから、まあ、私は今稼いでるから、生活保護のお世話にはなっていないけれども、それこそ日本のパスポートはすごい最強で、そのメリットを享受できると同じように、せっかくこんな恵まれた国に生まれたんだったら、しんどいけど仕事してる人とかなんかは、どんどん生活保護もっと気軽に使ったらいいのにってめっちゃ思うんですよね。せっかく日本に生まれたら、むしろ使わない方が損してるぐらいの気持ちにすらなる。だから、使いたいと思う人は使ったらいいんじゃないかと思うし、だんだんそういう世の中になっていくと思う。よくさ、ベーシックインカムが始まるとか言われてたじゃん。実際に実験してる国とかあったりとか。でも、ベーシックインカム私マジで来ると思うんですよ。だから本当に20年後とかって、働きたい人だけ働いて、働きたくない人はベーシックインカムでお金もらって生きていけるっていう世界に結構近づいていくと本当に思うんで、あ、いよいよ日本でもベーシックインカム始まったなって私は思っていて、コロナ給付金の時とかに、あ、めっちゃばらまいてたじゃないですか。あれ、ベーシックインカムの走りだったと私は思ってるんですよ。だからこんな感じで、補助金とかをどんどん出していくスタイルに変えていくんだろうなと思ってるんで、多分、もうちょっと、そのみんなが我慢しなくても、家でネットフリ見て、自炊してとかいう暮らしだったら、全員できるっていう世界のままになるかな。今私、アルゼンチンに来てて、アルゼンチンってすごいんですよ、本当に。日本の未来、ペソがね、90%暴落して、すごい経済的には超やばいはずなのに、人口が多いのと、昔すごい豊かだった時代に作った建物とか、作った料理の美味しさとか文化が全部残ってるから、すごい暴落してんのに全然豊かに見えるんですよ。普通の人は普通に幸せな豊かな暮らしをしてるって感じなんで、こういう風になるんだったら悪くない未来だなというふうにね、思ってます。